クズオクズオ猿の木から落ちる猿の木から落ちるブフォ超バハ超イヒ超初めてあら超初めて僕たちが超ジュだーイエーイ嘘つけーあれ嘘ついたっけ早く嘘つけ何が初めてなの初めてね皆さん、うんそうなんです。もう見て分かる通りバケツ持ってるんですけれども、はい、前回やりました今回やるのは、はい、質問を見ずに回答イエーイなるほどね、だからゆったんは初めてとそ う,、ね、そう、初めてなのなんだかんだそう、じゃあもうルール分かってた方がいいからねえー、なんだろう、そうですねドドンパドドンパいや、瞬殺だせクズオ、クズオえ来たやってるね、これは、うん、かわいそう、え、何やってるねって足の裏みたい足の裏みたいえルルやばくない全部入ってるあんたルルちゃんルルちゃんブブブンよっしゃー来たーありがとうございますおさ大丈夫マツメン来た膝小僧膝小僧うん？ありがとじゃんすげえじゃんなんかありがとじゃんすごいうん交通渋滞ああ引っかからなかったかどうぞうんアン赤毛のアン赤毛のアン何だろうね、これは難しいよね私も難しいと思う、マジでこれ桃太郎ん？もう一回やらせてくださいそんなにだろう地下鉄地下鉄自分のがピューってきた何を見て笑ったの鼻にかかった、おばあちゃんおばあちゃん
チーコがし…猿の木から落ちる。猿の木から落ちる。なんで？すごく
魚を食べ物で。ん？食べ物です。魚よ。嫌い嫌い。何？バナナ。確かにいい音でそうだね。おめでとう。当たるまで絶対言わんだ、うん、ゴリラゴリラ。はい、終了。すいません。